海鮮バーベキューにマリンアクティビティ、庄内浜を楽しみ海を学ぶイベント、オポ。オポとは一体？庄内浜の一部ですごく驚いた時とかにオポっていう地域があるということを聞きまして、でそれにあやかって、美しい自然だったりとか美味しい海産物だったりとか、そういったものをみんなで食べてオポッと驚くような体験をしたいっていうことと、あとは今世界的に問題になっているその海洋環境の問題ですね。そういった部分でその自然というのを肌で感じながら体験していくというイベントなんです。よく飛ぶし、海の安全と磯焼けについて学んだ後はいよいよマリンアクティビティに挑戦。ここにいる。ここに。海藻ある？あるある。ここは海藻ある。オポを主催したのは庄内浜を起点に活動する団体フィッシング侍です。もともとは鶴岡市が庄内藩だった頃に、お殿様が釣りを武芸として奨励したという歴史がありまして、お殿様だけじゃなくて侍もですね、一緒に釣りを楽しんだという歴史にあやかりまして、私たちもその釣りを単なる魚が釣れればいいっていうことではなくって、釣りのマナーであったりとか、自然への感謝ですとか学びながら一緒に釣りを楽しんでいこうっていうような企画で始まった団体です。豊かな自然というのはまだまだ残されているんですけれども、海洋環境の問題というのも現れている場所もあるので、そういった部分を感じていただいて次のアクションにつなげられるようなことを感じ取っていただけたらなと思っています。海の知識勉強することができたり、あとは海のことを知れたので良かったと思います。海と日本。動画いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。